どうもペンギンズの信夫です。台湾ロケ来てますよ。今ですね、会場内に設置してあるですね、サガウォールの前に来てるんですけども、実はですね、台湾にもこのサガシリーズに関わってるですね、クリエイターさん、イラストレーターさんなどいらっしゃるんですけども、なんと今日特別にですね、インタビューさせていただけることが決まりまして、今日はこちらの方にお話を聞きたいと思います。ボーファンさんです。どうぞ。你好，你好，你好啊！怎么？嗨，大家那个各位 Saga S 的玩家，大家好。なんと、はい、Saga S のファンの皆さん、はじめまして、ボーファンです。ボーファンさん、どうも。もうお名前はね、もうずっとお聞きしてまして、4周年の皆さん、女王のお祝いのイラスト、これ書いてね、この女王。伝わった。ギリギリ伝わった。うん、そうですね。そうです、皆さんそれでおなじみのモーン・ボーファンさんですけど、今日はちょっといろいろお話をお伺いしたいと思います。じゃあちょっとまずなんですけども、まず改めてなんですけども、ボーファンさんは、どんなお仕事をされている方なんでしょうか。我主要工作内容、そうですね、メインの仕事としては、例えば小説のイラストだったり、ゲームのキャラのデザインだったり、イラスト関係全般が結構もろもろっていう感じです。日本で化け物語のイラストも描かれてるんですよね。物語系列、はい、そうですね、物語系は多分ボーファンさんが関わってる仕事の中で日本で多分一番知名度が高いもので、他にも忘却探偵っていうシリーズにもイラストで関係しています。じゃあ日本のねお仕事もたくさんされている方ということで、ちなみになんですけど、ボーファンっていうお名前は何が由来してるんですか。これは子供の頃ネットをやり始めた時にちょっと適当につけたネーミングなんですけど、セガ の, ロボット系の格闘ゲームから来てるっていう。ゲームの名前から。はあ、すごい。じゃあゲームお好きなんですか。そうですね、子供の頃からゲームに何かしら関われるっていう仕事が夢だったんです。うわー、なんか信頼できるな。ゲーム好きのね方のイラストだったんだと思うと、また愛着もねすごい湧いてきますけども、ちなみにボーファンさんがサガシリーズに関わるようになったきっかけは何だったんですか。就是差不多大体2年前ぐらいにサガ、ロマンシングサガリユニバースグローバル版のいわゆるお祝いイラストですね、の仕事のオファーが来まして、で実はボファンさんも子供の頃サガシリーズが結構ハマっていたので、もう喜んで受けたと。うわ、そうなんですね。もともとサガシリーズ、ちなみに何のシリーズサガはやられてたんですか。我小時候玩、子供の頃からゲームボーイ版の魔界闘士です。魔界闘士サガ1、2、3、全部プレイしてます。そうなんですね。いや、だからサガ愛がね伝わってくるんですよ、イラストから。難怪可以从您的绘图中看得出对这个サガ系列的爱。就像这次的那个，今回グローバル版でワンチンスっていうマラソン団体とのコラボがあって、そこでもジョーのイラストを描いていたんですけど、でそこもサガのシリーズが好きということで横に先生を描いている。その GB 好きがちょっと反映されてるんですね、あそこ先生いますもんね、一緒にね。うわ、なるほどな。ボーファンさんから見た、サガのキャラの魅力を教えてください。サガ、子供の頃 のゲームボーイっていうのはなかなかキャラのあと見た目とかはちょっと分からなかったんですけど、スーパーファミコンですね、で小林先生のイラストとか拝見して、優しい感じっていうところが一番の魅力だなっていう。その作品が出来上がるまでをお聞きしたいんですけど、だからまずどういうところから手をつけるとか、まず何をするとかお聞きしてもいいですか。我開始绘图画角色的时候，まずはそのキャラクターの性格などの考察ですね。はい。でキャラクターの例えば好きなものが何かっていうところを情報を確認して、そこからその服装だったり髪型をどうするかっていうところを考えます。うわ、内面から見ていくんですね。はあ、すごい。それちょっと意外だったな。
なんか繊細なイメージがなんかちょっとイラストレーターさんにはあるんですけど、なんかそのこういう時は描かないようにしてるとか、こういう時はスラスラ描けるんだよなみたいな、なんか時ってあるんですか？もちろんそのプロ のイラストレーターとしてそういう描けない時期タイミングというのはなるべく短くするのがいいので、まず描く前にそのキャラのことを愛するようにする、そこから入る、そうすれば着々と描けるっていう。はあ、いやもう愛を持つことがやっぱこの描く秘訣なんですね、ボーハンさんの。わあすごいな。ちなみに今まで描いた、サガシリーズロマサガ RS のキャラで一番お気に入りのキャラは何ですか？最喜欢的就是老师先生です。そうなんですね。やっぱ GB が大好きなんだ。ではじゃあ最後に、ボーハンさんから見たサガシリーズの魅力を教えてください。我觉得是まず世界観ですね。剣だったり魔法だったり、それこその未来的なものもいろいろ含めて、そういうところがすごいなと思ったのと、あとはもちろんシナリオ部分だったり、ゲーム自体 その難易度、もう戦略性を練って戦うっていうところが魅力です。ちゃんと高難易度のところも愛してるっていうのがいいですね。あと最後になんですけど、もう一個ジュエルくれよってこっちの言葉でなんていうのかちょっと教えてもらってもいいですか？给我钻石。给我钻。给我给给给给我给我钻石。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 Yeah。给我钻石。じゃあちょっと一緒にカメラに向かって言ってもらうことはできますか？那等一下可以请你跟他一起对着镜头大声喊这句话。好，给我钻石。せーの。给我钻石。今日は貴重なお話をたくさんありがとうございました。希望大家2023年もどんどんジュエルがもらえることを祝っております。ありがとうございます。助かります。